ありがとうございます。ということで、これはもう僕よりもね、マイクを渡した方がいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よさこいソーラン上川中央支部でございます。今日はですね、上川中央支部ちょっと参加が少なくて、うちらんば江別と大雪婦人会さんなんですけども、あとカッパ組さん、トママイ臨水会さん、浜田のイサリビさん、ご協力いただいて、はい、まだまだどんどん入ってくださいね。どんどん入ってください。どんどん入りましょう。どん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 入ってみて、場所ありますんで。通り通り、まだ空いてますよ。まだ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 踊れますんでね、はい、まだまだステージの前も空いてますよ。全然まだ空いてます。それですね、上川中央支部でですね、来週の日曜日12日、旭川水祭りといいまして、石狩川河畔で、よさこいソーランバトル、じゃ王座決定戦、王座決定戦、はい、王座、まあ王座はうちって決まってるんですけれども、はい、うちいや、うちです、はい、まあありますので、お時間ある方ぜひ来ていただいてですね、盛り上げていただければと思います。はい、結構ね、全部で16団体の、よさこいチームが集まります。でゲストでエンとまたテスクの松人中さんが、ゲストに来ますんで、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、もういらっしゃいませんか。もういらっしゃいませんか。始まっちゃいますよ。始まってからでもいいんで、どんどん参加してください。さあ、それじゃあ踊り子行ってみようか。神丼踊ってくれるかい。元気に笑顔で踊ってくれるかい。砂川ズラ祭り最高かい。よっしゃ、神丼構えて。朝日の川から、中越川を、トンブラコ
いやこの人数が乗るとやっぱりすごいなと、ね、このつながりというかこの一体感というか、ね、素晴らしいですね。素晴らしい。お互いね、旭川とか札幌とか苫小牧とか、ねね、それぞれ遠く離れたところですけどこうやってね踊りでつながっていくと、ね、はい、もう、むしろ、もう、テーマですね。そうですね。つながり。つながりがあってみたいですね。つながり、つながり。はい。